どうもー、浜ちゃんどうしちゃったの。これ浜ちゃんを救いたいですね。浜ちゃんを救いたいシリーズ行こうか。吉谷さん報告です。1名集客できました。そんな暗かったら集客できないよ。まあちょっと言ったらね、多分、まあ、ちょっと言い過ぎたかなっていう部分はありますけど、やっぱり浜ちゃんを救うためにはね、言うべきところは言わないとねいけないなと思いまして、影響されやすい浜ちゃん。まあおめでとうございます。まあ、結論、まあ、この前の動画でも僕は言ったと思うんですけども、まあ、何のために新しいことをやってるのかって話したんですね。別にそのなんだろうな、まあ、もちろん知識は必要ですよ。知識は必要なんですけど、今自分がやるべきことっていうのがあるはずなんですよ。何のためにドリアカに入ったのか、何のためにやってるのかっていう、まあじゃないですか。いや別にいいんですよ。別にそのなんだ、吉谷さんの動画を見て心が洗われましたとかね、なんだ、モチベーションが上がりました、いいんですけど、でも僕たちがやることっていうのは、コンテンツを作るね、集客するためにコンテンツを作る、例えばブログで稼ぐ、ツイッターで稼ぐ、インスタグラムでやる、全部何するにしても集客するためにそのコンテンツがないとダメですよね。なのでやるべきことはコンテンツを作って集客する、そしてアフリエイトするのか自分の商品売るのか、ただこれだけなんですよ。ネットビジネスはもうやることはこれしかないです。何の媒体を使おうがコンテンツを作る、何のためにコンテンツを作るのか、集客するためで、集客ができたら、その集客したお客さんに対して今度はまた教育コンテンツですね、教育コンテンツで、その教育コンテンツ、その後セールスしない場合はアフリエイト、これしかないんですよ、やることは。だからこれを徹底的にやるっていう、やらないと何も変わらないです。だから僕自身もですね、まあ YouTube ね、今ドリアカでも YouTube が一番いいよっていうことは言ってるんですけども、まあ、YouTube がなぜいいのかっていうと、集客、まあ、SEO 的に簡単、で今その、やっぱそのテレビ局からね、YouTube に移行してますみんな、だから新聞ラジオっていうメディアがあった中、テレビが出てきてみんなテレビに行きました。だけどテレビが面白くなくなって YouTube の方に来てます。だから圧倒的にそのメディアの中では動画コンテンツ、映画コンテンツ、映画ももうずっとですよね。だから今その映画もその Hulu とかね、その自宅で薄型テレビで大画面で見れるようになってきました。ただ映画館っていうその臨場感を味わうために、その映画っていうのも興行収入全米ナンバーワン何百億とかね、未だにそういうお金が動くわけですよ。今のご時世ですよ、薄型テレビでネット配信で映画見れるのに何百億っていうねお金が動くわけですよ。だから映像コンテンツっていうのはもう最強なんですよ、最強。僕はそう思ってます。だからまあ YouTube がいいよっていう、集客もしやすいし、映像コンテンツっていうのが、まあこれ理由があって、なぜ映像コンテンツがいいのかっていうと、あれなんですよね、人間楽したいんですよ。人間楽したいんで、ボタンを押したら見れるじゃないですか、垂れ流しですよね、な楽なんですよ。例えば仕事から帰ってきて疲れたな、疲れた、よし缶ビールプシュ、日経読むとかないでしょ。どうすか、仕事疲れたわ、よしビールプシュ、日経読むないでしょ。ね、プシュテレビボタンですよね。プシュからのテレビボタンですよね。ボタンを押すだけで流れてくるから、そう、だから人間情報を取るのにも楽したいんですよ。だから映像コンテンツっていうのは最強ですよと、楽したいから。
もちろんね、ブログにはブログのいいところがありますよ。ブログも最強っちゃ最強なんですけども、その人間のその構造、人間の構造からこの僕は言ってるんです。人間はみんな怠け者だし、人間はみんな楽したい、だから楽したいし怠け者だから文明は発達してるんですよ、はい、怠け者じゃない、あのなんか江戸時代ね、そのなんだ、手紙をこう送るのにみんなこう走ってたわけじゃないですか。お、走るの大好きやねみたいな、みんなド S、 ド M、 もう北海道まで走ってきますみたいな、いや別にそれいらないしみたいな、飛行機いらない、新幹線いらないし、走るの好きですみたいな、うん、3日かけて走りたいですみたいなっていう人が 100% だったらまあ進化してないでしょうね。だってそれが好きで、それが好きじゃないですか、走るのが好きだから、ね、いやこれが好きなんですみたいな、ね、いやーめんどくせえなーみたいなっていう、 それをじゃあ楽にするためには乗り物みたいなね、もっと便利にっていう形で世の中は発展してますんで、もともと人間っていうのは楽したいということですね。はい、だからまあなんだろうな、うん、まあちょっと話は脱線してるかもしれないですけど、うん、元気よくいきましょう。これ鏡の法則ですから。いや僕もその悪いですけど、このカメラ回る前までは、今日ちょっとドリアカのパスワードを変更したんですけど、ね、ドリアカのパスワードを変更してメルマガを書いてたんですね、お知らせ通、お知らせ、うん、でそのドリアカの熟成さんに、まあほとんどメルマガ書かないんですけど、そのパスワードを変更した時お知らせメルマガみたいな、お知らせメールですね、それを書いてたんですけど、ただパスワードを変更しましたみたいな、ただパスワードを変更しましたっていうと味気ないから、ちょっと文章結構書いてたんですよ、これですよ。でもカメラ回ったらどうもーみたいな感じなわけですよ、うん、だこれはね、やっぱその僕はもう仕事だと思って、もちろんですね、僕はいろんな映像コンテンツがあるので、中には、ま、あの疲れたみたいな動画もあったりとか、もう多種多様なその、キャラクターを演じてます。これ全部演じてますからね。だからあの僕は表と裏がある人間なんですよ。 裏が本物なのかな。普通は僕喋んないんで、だからもう動画になんないですよね。喋らない動画8000本どうすか、見ます、無言で。え、この動画8000本見ます。僕の本当はこれですよ、もともと。昔はね、昔はもうゴーストライターでしたから、音楽聴いて、この動画8000本見ます、無言の。さすがにきついですよね、さすがに。だから僕は動画をやるって決めて、じゃあ動画をやるんだったら、じゃあその動画の中でいろんなキャラクターですよね、を作っていかないといけないなと思ってやってますから、だからこれはね、うん、まあ、プロ仕事の流儀ですね、 NHK プロフェッショナルですね、うん、だからそのプロ意識というかね、それを持ちましょうみたいな動画も多分なんか言ったと思うんですけど、もうプロなんで、うん、プロなんでやらないとダメですね。まあ、あと鏡の法則っていうのはね、その自分が笑顔だったら相手も笑顔になると、自分が怒ると相手も怒るっていうことですね、うん、だから人生がうまくいかない人っていうのはね、いつもなんだ、辛いな辛いなと、辛いな、いいことないなって言ってんすよ、ね、辛いな辛いな、いいことないなって言ってんすよね。だから辛いな辛いな、鏡の法則ですか、辛いな辛いな、辛いことが来るんですよ、どん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 ね、辛いな、何もないな、ダメだ、ブログ一生懸命書いても全然稼げないな、 YouTube 全然再生数上がらないな、やっぱ稼げないのかな、で鏡の法則ですから、うん稼げないねみたいな。わかります。だからもう全部鏡の法則なんですよ。まあ山びこの法則、山びこっていうのもね、おーいさおーいってこう来たりとか、まあいろんな言い方がありますよ、うん、いろんな言い方があるんですけど、まあまさにその通りだなと。であともう知ってるかもしれないですけど、鴨頭さんっていう炎の講演家、鴨頭さんっていう人がね、今 YouTube でね、まあ、めちゃめちゃ結構バズり始めてるんですよ。僕鴨頭さんっていう人を知ったのが、うん、4年前か3年前ですよ。でその時に、あ、この人すげえなと思ったんですけど、まあその人のなんかで言ったかは分かんないですけど、その人はマクドナルドに勤めてたんですね、二十何年。
で、そのマクドナルドの売り上げがそのもうワーストゼ全国の中で、最下位の店舗を日本トップに持ってくっていうね、その請負い人みたいな。そうで、その鴨頭さんがなぜその売り上げが全くぜあの日本で最下位のとこの店舗を日本一に何度もしてきたのかっていうと、それはそのまあそのマクドナルドで働く人の、まあこあのまあ、マインドをね変えてったわけなんですけど、じゃあこのマインドを変えていく上で何をやったかっていうと、鴨頭さんは例えばトイレ掃除をする、まあ普通だったらトイレが汚いからこれ掃除しろとか、じゃあトイレを掃除するためのルールとかね、トイレ掃除をしなかったら、時給減らすとか、なんかそういう感じじゃないですか。トイレ掃除をさせるために仕組みを作る。その前に鴨頭さんは何やったのかっていうと、自分が率先して笑顔でトイレ掃除ずっとするっていう。でそうするとバイトの人が、あ、すいません店長と僕やりますみたいな、背中で語るみたいな。で挨拶に関してもおはようみたいな、どうもみたいなっていうことを自分から笑顔で発信することによって、それが入ってくるっていう。でそれ徐々にこう変えてってるっていう。だから何かを変えたかったらね、何かを変えたかったら自分がまず変わることが大事だよ。なぜなら鏡なんで、鏡の法則っていうかね、自分が変われば相手が変わるんですよ。ほとんどの人は相手を変えようとするんですけど、相手っていうのは相手ありきなんですね。相手っていうのは相手ありきなんですよ。でも自分は変えられるんですよ。だから自分が変われば相手も変わるんですよ。心が変われば行動が変わる、行動が変わればなんとかって話、なんか名言ありますよね。だからその相手を行動させる、相手の人生を変える、相手に何かを教えるっていうこと、まあコンテンツっていうのはね、何か情報を伝えるわけじゃないですか。でその情報を伝えて、で、それがためになったりとかね、相手の行動を促さないといけないですよね。であるならば、やっぱりその自分がね、だ僕もね、こう、まあ、ちょっとね、他でまた別動画撮るんですけど、塾生さんからちょっと メールいただいたんですけども、その塾生さん、小松さんという人なんですけど、小松さんとはですね、僕、その静岡に住んでるんですけど、何年前だったかな、かなり昔、もう5、6年のお付き合いなんですけど、まあ、そのメールの中でね、まあ、小松さんは YouTube をずっとやってるんですよ。今ずっと毎日です。毎日 YouTube を投稿して、今もうチャンネル登録者数1万人を超えてます。だから僕チャンネル登録者数2000人いってないと思うんですけど、そのお客さんね1万3000人です。チャンネル登録者数1万3000人で、今そのアドセンスの広告だけで7万から8万、もう10万ぐらいいってるのかな、まあそんぐらい。アドセンスの広告で毎月コンサートにそれぐらい、 YouTube の広告だけでもいってます。であとは今企業案件ももらってるらしいですね。そのメールで書いてあったんですけど、でその小松さんがメールで書いてくれたのが、要はその、まあ、人には合う合わない確かにあるかもしれないですけど、これ、続けられた、まあ、理由の一つとして、やっぱ吉谷さんが、まあ、塾長の吉谷さんがこう毎日ね動画アップしてるから、これやらんとあかんなっていう、っていうことを書いていただきました。なぜ続けられたのか、いや吉谷さん塾長も頑張ってるから俺もやらんとなっていう。だから僕はこの心理を使うためにやってるんですよ。だから、まあ、僕の戦略通りですね。僕の戦略通り、僕はその売上を、もちろんね売上目標だ、まあ、今年は売上目標3000万っていう売上目標はあるんですけど、僕がやってることっていうのは、そのなんだ、自分がこれカナさんにも言ったんですけど、自分がその売上を作る、まあもちろんその売上目標、会社の売上目標とかね、自分の目標って大事じゃないですか。それはまああっていいですよね。だけど僕の商品内容、サービス内容っていうのが、結局その先のお客さんの未来を変えるっていうものが、まあその着地点なんですよ。例えばね、簡単に儲かるぜみたいな、この株買えば簡単に儲かるぜみたいなね、その売上だけみたいな、ね、嘘情報を売って、嘘情報を売って売り上げを上げる、それできますよ。やってる人いるじゃないですか、いっぱい世の中で、ね、ニュースにもなりますよね。なんかそのいろいろなんかちょっと忘れちゃいましたけど、なんかマルチでもいろいろあるじゃないですか、そういうの話。なんかこれ買えばなんか金利が 何百パーついて、簡単ほったらかしで入ってくるみたいな、いっぱいありますよね。いっぱいありますよね。
だからその売りを優先すれば別にそういう商品でもいいわけじゃないですか。売りだけだったら売り上げ上がりますよね。だから僕の商品、僕がやりたいことっていうのは、僕も売り上げは作りたいけれども、その先のお客さんの結果を出さす、お客さんに行動、じゃあ結果を出さすためには行動してもらわないといけないわけですよね。結果を出させるためには行動してもらわないといけないんですよ。じゃあ行動をしてもらうためにいろんなマインドセットを僕はいろいろ言うんですけれども、言うことはやっぱ簡単なんですよ。言うことは誰でもできるわけですよ。僕じゃなくても言えるんですよ。ただ僕が他の人より他の人の何十倍も何倍もやってる中で言うと影響力がつくんですよ。あ、吉谷さんもやってるなみたいな。だからこれは僕はその会社でね、やっぱその現場をねずっと経験してきたんでわかるんですけど、やっぱ上の人っていうのは、多分まあ会社で働いてるとね、やっぱ上の人がこうやれとかああやれとか言うじゃないですか。でも上の人のがやってなかったら、なんかそのお前なんかサボってんじゃんみたいなね、サボってるお前に言われたくないよってなるじゃないですか。それが人間の心理なんですよ。だけどめちゃめちゃやってる人から言われると、あ、俺もやらんとなって、それが人間の心理なんですね。だから僕はその心理を活用するために熟成さんよりやる。で、あとはそのドリームアカデミア、夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だ、俺は逃げないよと、俺は逃げずにやると、うん、熟成さんよりやるぞと、だから やろうよみたいなっていうメッセージをずっと伝え続けるためにやってる部分あります。別にやんなくてもいいんですよ。ここまで僕がなんでこんだけやってるのかっていうと、その心理を使いたいからなんですよ。もちろん僕もね、集客するためにあの動画コンテンツ作ってるっていうのももちろんあるんですけども、一番の本質的な心理っていうのはこれを使いたいんですよね。その影響力を出すっていう。で、僕の場合はですよ、僕の場合は例えばその有名人じゃないわけですよ、ね、チャンネル登録者数100万人いるとか200万人いるヒカキンみたいなその有名人ではないわけですよ。芸能人でもなければ、そのなんかその YouTuber の、 その有名人でもないんですよ。ビビたる数じゃないですか。再生数もビビたる感じですよね。で、そのビビたる数の中で影響力を出していくためには、そのなんだろうな、他のところで使えないものを使うしかないんで、だから僕は動画本数みたいなわかります。だからチャンネル登録者数でそのじゃあ100万人の支持がある人が言うとかでは、それは武器は使えないんで、今現状としては。うん、もちろん僕のチャンネル登録者数とかね増えれば、あ、こんだけその例えば再生数もね、再生数も常時1万回回ったりとかね、10万回回って、あ、こんだけ見られてる、こんだけ有名な人なんだ、あ、じゃあこの有名な人が言うんだったら確かなのかなっていうね。まあこの前ね、ヒカルくんがね、僕はねヒカルくんのあのバリュー問題だったな、バリューかなんかそのなんかやらかしたわけなんですけど、僕はねヒカルくんはもともと情報商材屋だったんですけど、知ってるんですね昔から。会ったことはないですけど、その売ってたのは知ってるんですよ。6年前とか、お、すげえ金髪の企業が出てきたなみたいな。でその後 YouTuber になったんですけど、だから情報商材屋から YouTuber になれるんだなと。あ、これ戦略、まあ彼もね戦略でやってるんで、戦略でね YouTube やってるんでうまいなと思うんですけど、で彼がもともと情報商材屋から YouTuber になって有名になって、その、バリューだったかな、バリューでよかったかな、バリュー光る、うん、バリューですよね、うん、バリュー、そうで、バリューがいいよみたいなね動画で言ったらみんな買うわけじゃないですかね。炎上しましたけど、すげえ影響力ですよねいや僕それ見た時に、あ、何でもいけるなみたいな。影響力、やっぱ影響力はやっぱねすごいんですよこれすごいな、もう何でもできるぞみたいな。だから僕は最終的にそのね、今セールス動画何本も作ってますけど、1本の動画を作って3000万上がるとかね、もうそれにしたいんですよ最終的には。毎回何本も作るのめんどくさいじゃないですか。だから影響力が出ればもう1本だけでいいんですよ1本、もう1本だけでいい。だから1年に1本セールス動画撮って3000万です。これを目指してます僕は。1年に1回セールス動画を撮って、1本撮って3000万。僕はここのプラットフォームを作るために今頑張ってますまあちょっと話は脱線してますけど、
まあ、とりあえず、まあ、元気にやりましょう。うん、あの表情だと稼げないですよ多分、うん、あの表情だと稼げないですね多分。吉谷さん集客1名できましたみたいな。だ逆に言うといらないですねあの動画逆にあの動画はいらないですね、うん、だって明らかに違いますね今までと。吉谷さん動画ありがとうございます。前までの動画ね。で今回の動画、吉谷さん分かりやすすぎる、分かりやすすぎるだろみたいな、分かりやすすぎるだろみたいなね。まあまあまあちょっとね強めに言った部分はあるんですけど、うん、そう。じゃあ僕の事例を言いましょうか。僕の事例ね、僕の事例言うならば、まあ最近言ってるんですけど僕はね、前の前職社長やってました。で社長やってて、その時に負債というかね、会社の売り上げが上がんなかった時期があります。うん、で会社の売り上げが上がりませんでした。うん、それは僕の、従業員に対するマネジメント能力がなくて、従業員を、うまく動かすことができなくて、売り上げ作れなくて、じゃあケツ持つの僕じゃないですか。で僕も売り上げね、じゃあ毎回 100% 当てられるのかっていうわけではないわけですよ。だから従業員も売り上げ上げられない、僕も売り上げ上げられない、もう売り上げ上がんないわけですよ。でそういうと低迷期があったんですよ一時期。でその時売り上げキャッシュフローが回らなくて、うん、その毎月そのコンスタントにね、ただその経費とかも入れると、前は1000万ぐらいは作らないと結構きついんですよ。会社の家賃とかも150とか140だったかなとか、他のその支払いの請求書がバーってくるんで、だそれを一人でねこう背負わないといけないですね。うん、でそれで売り上げ上がんなかった時期がありまして、うん、なんだ、僕の、給料取らず、僕の給料、社長の給料取らず、貯金を全部会社に融資してね、貸し付けて、で従業員の、まあ、給料払わないといけないじゃないですか従業員の給料。だから僕の貯蓄をですね全部会社に貸し付けて、でそのお金で従業員にお金払、あの給料払ってたっていう時期があるんですよ。でそれでも回らなかった、ま、回らなくて、なんだ、まあ、借り入れをしまくったわけですよ。銀行とか、あとは誰もが知ってる消費者金融ですね、金利が非常に高い、あ、全部回りました。で全部回って借金をしました。でその借金をまだ返済してない状態で僕は辞めたんですね、うん、でその辞める時に、僕はその一応グループ会社の社長だったんで、まあ、辞める時に一応会社に貸し付けこんだけあるんですけどみたいな、個人の貸し付けこんだけあるんですけどみたいな言ったら、いやそれはお前社長だからお前の責任やろみたいな、まあ、そう言われるとそうなんですけどみたいなだけどお前がもし、ね、お前がね、こう究極の2つの選択なんですよ。いやお前がそのグループ会社に残るんだったら、それはそのグループ会社で、まあ、ちょっとケツ持ってやるよと。だけどお前が一人で行くんだったら、それはもう関係ないから、それはお前の責任だと、お前がやれと。なるほどと、どうしようかなと、まあ、結構な額があるわけですよ。しかも鹿児島に裸一貫で一人で行くわけですね。これ大丈夫かなみたいな、大丈夫か。でもね、僕はねその時思ったわけですよ。もう10年以上まあ会社に勤めたし、10年以上も誰よりも働いたし、もうこれからは自分の人生を歩みたいなと思って、分かりました、うん、確かにおっしゃる通りで、まあ、社長っていうのはそういう責任だし、逆にそれを僕が返済、だから言われたんですよ。いや それを乗り越えられないよ、じゃあお前一人でやっていけねえぞっていう、その時言われたんですよ。結構厳しい言葉じゃないですか。結構厳しくないですか、言葉的に。きついですよ。いやグループ会社でやってて、別に僕会社の金を横領したわけじゃなくて、全部自分のね給料もらわず貯金全部ぶち込んで借り入れもして、うんうん、でねぶっちゃけ言うと、まあ、これもうハーマーさんにも言っちゃいますけど、僕ね親にも土下座して、親にも借りたんですよ。親にも土下座して借りたんですよ。もう全部回って借り入れできなくて、親にも借りたんですよ。すまんと、ごめんなさいっつって。でもどうしようもない社長ですよね。親、社長なのに親に土下座して金借りるっていう、でもほんときつくて、うん、でまあ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 話を戻して、まあ
そのまあ結構言われたわけですよ。いやそれはお前の責任だし、その一人でやっていくんだったらそれを返せるぐらいの能力がないと、お前やってきた、お前やってきたんだからできるはずだし、それは乗り越えないと一人でやってけんぞと、これからこれからいろんなことあるだろうしみたいな。だからそれは持たないと、辞めるんだったらそのグループ会社でそれは決断不可んと。わかりましたっていうことで、だけどそれでも僕は、それでも僕は自分の人生をね、生きたいなと、チャレンジしたいなと、お前チャレンジして、チャレンジして死ぬわけじゃないから、とにかく死ぬわけじゃないから、ちょっとやってみようと、うん、で鹿児島に行きました。で2年経ちました。まあいろいろありましたよ、いろいろありましたね、事件たくさんありましたし、だけど今楽しくやってますよ、うん、まあまだ借金返済してないですよ、借金返済してないけど楽しくやってるんですよ、うん、まあ借金返済っていうのは全額で返さなくてもいいわけじゃないですか、毎月ちょっとでもいいわけじゃないですか、金利は高いですけど、もうね、もう何百万も金利払ってますから僕もう何百万単位で金利払ってますね、もう余分というかね、僕はでもそれは思うんですけど、貸してくれた時に助かったんで、それは僕はその金利は払っても、まあその結局そのお金を貸してるところってその金利で儲かってるわけじゃないですかね、金利で、だから儲けてほしいなという、その素晴らしいマインドセットでね、僕はみんな金利もったいないって言うじゃないですか、金利もったいないっていう、で僕はそう思わなくて、確かまあ、そう思わないって言ったら語弊があるかもしれないですけど、ただその時に本当に辛かった時にお金貸してくれてるね、くれたわけですから、まあ、そこに感謝の気持ちは僕はあるんで、だからまあ金利をね多く払っても、まあ、その時助かったから、まあそのね儲けてくださいという形でね、でしかもそのなんか一撃で返せじゃないんで、なそれもありがたいわけじゃないですか、もう本当ね少なくてもいいよっていう形じゃないですか、だからまあそれもありがたいし、うん、だから僕やっていけるんですよ今、うん、もしそのねいきなりドボンドボン返せって言われたらもう無理ですね、キャッシュフロー回んないんで、結構まだ額あるんでね、そう。でその借金の話をし始めたのが、そのお客さんがねその借金を理由にしてどうのこうのっていうアンケートを取った時にもうすげえ言ってたんですよ、だから僕今までそれ言わなかったんですね、どうせ吉谷さんは貯金いっぱいあるんだろうとか稼いでるんだろうみたいな、まあ思われてたわけですよ。で僕もなんかその独立して一人でやるときに、いや借金が僕あるんです、いや実は借金があるんですなんて、まあよう言えないですよね、よう言えないですよね一応僕会社の売り上げはね10億ぐらいは貢献してきましたよね、だからお金あるんじゃないかなってみんな思ってるんですけどね、悪いですけど僕言いますけど、これはまあ浜ちゃんにだけ、っていうか、まあ他の人見てるかもしれないですけど浜ちゃんに言いますけど、僕ね社長の時の給料いくらだと思います？社長の時の給料、社長ですよ、社長の、ちょっと夢がない話しますけど、社長の給料ね、僕がもらってた給料いくらか言いましょう。ですね、手取り、あ、じゃあ基本給、基本給35、基本給35で役職手当、まあ取締役、役職手当10万、45です、45万、夢ないね僕45ですからね、ただ社長になってその経費枠は使わせてもらってました、だから45、もちろんそこから税金引かれるんであれなんですけど、まあその額面上は45です、35基本給、役職手当10万、45そうで、税金引かれる、だから手取りいくらだ、30後半ですかね、夢ないね、まあそのプラスもちろん経費枠っていうのはあったんで、その経費ね、どっか会食行ったりとか全部そういうのは経費計上して、なんでまあそこは浮きますけども、もらってたのはそれだけです。で僕もこれはね自慢しますけども、その1回その売り上げをこう上げられるようになって言われたんですよ、お前一応給料はなんか上げてもいいぞみたいな。で僕は言ってね、もうこれは自慢ですけども、その前職で僕は給料を上げてくださいって僕一回も言ったことないですね、どんだけ売り上げ上げても、どんだけ売り上げ上げても給料を上げてくださいっていうのは一回も言ったことないです。なんでかっていうと、
うん、僕はその給料をもらうためにやってるわけではないと。要はその根本的な部分は自分のためにやってる、自分のスキルアップのためにやってると、うん、でこのスキルがあれば、まあ、その何かあってもなんとか大丈夫だっていうのは分かってたんで、うん、だから僕は言ったことないですね。なんかその売上が上がったから、うん、くれとかね、会社になんかもうちょっとくださいって、一回もお金のそのくださいっていうのは言ったことないです、うん、これ自慢ですけど。だからみんなね、その売上すげえ上げてるからいっぱいもらってんだろうって。でボーナスもないですからね。ボーナスもない、ボーナスもないですからね。僕ね10年以上働きましたけどボーナスもらったことないですね。ボーナスボーナスもらったことないからね。まあちょっとね、あの夢がない話しますけれども、それが現実なんです。それが現実なんです。売上上がらなかったら自分の貯蓄をね、こう会社に貸し付けないといけない。それが現実なんです。それが現実なんですよ、ね、表では社長華やか。まあでもね、中小企業のね社長ってそんなもらってないと思いますよ、うん、大企業のねトヨタとかね、それは分かんないですけど、中小企業の社長なんかそんなもんだと思いますけどね。だ結局売上上がってもその会社の設備投資だったりとか、その結局その事業を大きくするために売上、例えば1億上がったとしても、もう結局また広告費で何千万とかね、あとはその、人を雇うとかね、うん、とか、広告、うん、あとはその大きいなんだあの事務所に移転するとかね、なんか そっちにお金流れちゃうんで、まあ、結局会社に残んないですあんまり。結局会社に残んないですからね夢のない話ですけど。だから僕はだからそういう経験をすごくもうしたんで、だから大きくしない、会社絶対大きくしない、一人でやる、従業員雇わない、こじんまりやるっていうのを決めました、まあ、そういう経験があるんで。だから僕は絶対もう従業員は雇わないし、大きくしないし、広告費も絶対かけない、広告費も絶対かけない、もう無料で生き切るっていう。だから前の会社とかね、何千万とか広告費かけてましたから。で広告費かけて、じゃあ広告費かけて確実にじゃあ当たるのかって言われると失敗する時もあるんですよ。事例としてはマグマグの広告ね、マグマグっていうメルマガがスタンドがあるんですけど、それ一発配信ね80万とかするんですよ。一発80万ですよ、メルマガ配信広告出せます？それ出したんですけど、まあこけましたね全然リスト取れなくて売れなくて、うわーみたいな、まあ、後処理大変でしたよなのでもうその広告はもう僕はねやりたくないですねそう確実に当たるっていうねないんで、うん、だからな、その テスト検証する余力、資金量っていうのをやっぱ持ってないと。だ僕なんか個人で今やってるので、その資金量ね、借金もありますから、あの広告は絶対使わないし、で話を戻すと、そのね、そのなんだ、あ、そうそう、じゃあ僕がね借金あるんです、商品買ってください、借金返したいから商品買ってくださいみたいな動画撮って、売れます？売れないでしょ。すいません、借金あるんでちょっと借金返済したいんで買ってくれますか？買わないでしょ誰も。要は僕は自分が辛い時こそ、自分が辛い時こそコンテンツだ。よくね、辛い時こそ笑顔ってあるじゃないですか。笑顔になってもお金にならないんで、これ結構名言なんですけど、辛い時こそ動画コンテンツ、まあ、僕は動画をやるって決めてたんで、辛い時こそコンテンツ、要はこのコンテンツがお金になってくるので、集客したりとか。でもね、よくそのね、自己啓発とか分かんないですけれども、辛い時こそ上を向いて歩こうとかね、辛い時こそ笑顔、まあ笑顔でもねお金になんないですからお金を稼ぐ上で、ネットでお金を稼ぐコンテンツを作らないといけないんで、辛い時こそコンテンツなんですね。まあ僕はね、もうそれをもうずっとやってきました、うん、この2年で乗り切ってきましたね。乗り切ってきました。コンテンツを作るっていうことで、もうどんな状況でもこの2年いろいろありましたけど、乗り切ってきました。本当にやばい時もありましたけど、だ昨日そのあやさん、塾生さんのね、なんか今500万ぐらい稼いでるらしいんですけど、あやさんね、そのドリアカの講師を務めてくれてるし、まあ、講義提供をくれてるんですけど、そのブログアフリエイトでやってるあやさんですね。であやさん今月500ぐらいあるらしいんですよ、まあ、アフリエイトとかコンテンツ販売も含めると。
で、そのあやさんがドリアカ入ってくれた時の月がもうやばくて、まあ、今回僕がおごって、ね、月500万ある方やで、吉谷さんもう大体まあ月500今いけるようなアベレージ500なんで、まあ、まあ5000、6000万年間出るんで、まあ、来年は1億目指そうかなって言ってる人に僕借金あるんですよ。おごってるんですよ。なんやねんみたいな。でもね、その時僕はあのあやさん、その月ですね、あやさんがドリアカに入らなかったら僕借金、キャッシュフロー回らなくてやばかったんですよ。で、今回その時のお礼ですってことで接待して僕がおごったんですけど、その時に本当に月末でやべ、あと足んねえぞみたいな、借金これちょっと返せねえぞみたいな、これちょっと一発売らないと無理だなみたいな、やべえみたいな、で全力であやさんにねセールス動画撮ったんですけど、いや、あのいつも再生リストで僕動画撮ってるんですけど、この再生リストで普通に講義して10分ぐらい講義してあやさんみたいな、そう、一般向けの動画からいきなりあやさん向けになるっていうね。もうあやさん、まあ僕のお客さんってお金ないじゃないですか。だから一括入金ってなかなかあんまないんですよ、お金ないから。でもあやさんは一応、まあ、稼いでるんでお金あるなって思ってたんで、もうピンポイントでもうあやさん、もう入るしかないでしょみたいな、入るしかないみたいなセールス始まって、あやさんはその動画見てくれて笑ってくれて、この人ぶっ飛んでるなみたいな、いきなりなんか名指しでセールス始まったみたいな、この人ぶっ飛んでる。で、まあすぐ入金していただいて、その入金していただいたお金がもう借金返済になったんですけど、ザースっていう、まあそういうのね、あやさん以外にもね、まあちょいちょいあるんですけどね、あのキャッシュフローやべえっていう、この2年で結構ありましたね。だそんな時でもやっぱ明るくね、だから別にね、その時にね、あやさん動画撮る時もめっちゃね、もうハイテンションでブワーセールスしてたんですけど、でもでもですよ、でも心の中はやべえみたいな、これ売れなかったら終わりやねんみたいな、どうしよう、次どうやってお金作ろうかなみたいな、もうその状態でもその元気よくね、あやさんにこうセールスしてるわけですよ。で、あやさんは、まあ、知らないわけですよ、そんなのは。で、僕もその借金があることに関してはもうほんと今年の多分6月ぐらいから言い出したんですよ。これはアンケートでね、借金があるからどうのこうのって言ってるお客さんが多くて、いや俺この 1年半ぐらい借金めっちゃある、借金ね、あんたより借金あるけどだいぶ頑張ってきたよみたいな、あんたより借金あるけど頑張ってきたよってムカついて、もういいわみたいな、もう言っちゃえみたいな、あんた悪いですけどあんたより借金あるよみたいな、あんたよりマイナススタートだけどみたいな、だけど結構頑張ってきたよって言わずに歯を食いしめてね、頑張ってきたよみたいな、ちょっと切れてね、もう言い出して、もう最近もう言っちゃったんで借金あるよみたいな、だこの前ね、これはちょっとめっちゃ長くなってますけど、倍返し、あのね、余談なんですけど、この前僕ね、2日前か3日前に180万のコンサル売ったんですよ。で、それで対談セッションしてたんですけど、で、そのお客さんがね、いや吉谷さんと、吉谷さんみたいに成功されていて、なんかそんな生活できてみたいな言われたんですね。で、僕は言いました、すいません、あの僕はあの借金あるんですけど、借金ある人成功したって言えるんですかみたいな、僕言っちゃいましたからね、いや吉谷さん成功してるしみたいな、ね、成功してるしそんな生活どうしたら吉谷さんみたいになれるんですか、いや僕借金あるんですけど成功してるんですかねみたいな、借金ある人成功ですかねみたいな、僕言っちゃいましたからね、まあ、その後180万売りましたからね。もうだからね、僕ね、世の中不思議やなと、借金あっても180売れんのかみたいなね。ね、でもね、これね、考え方なんですよ、ね、ソフトバンクの孫正義さん、ソフトバンクもめっちゃ借金してますからね、お金めっちゃ借りてるんですよ。だからこれね、あの融資っていうのか借金っていうのかっていう、これ本当ね、言い方ですよね、大体会社っていろんな銀行から借り入れしてるんで、だソフトバンクも借り入れめっちゃしてますからね、だこれ借金っていうのか融資っていうのかだけで、だから孫さんもね、めっちゃ金集めて金借りてるんで、だプレゼンがうまいですよね、孫さん、だ金集まるんですけど、だからね、これも面白いですよね、借金というのか融資というのか、うん、非常に面白いですねこれも、うん、そう、はい、まあだいぶ長くなってますけど、まあとりあえず元気出しましょうってことですかね、うん、だから、まあ今回いろいろまとめると、辛い時こそコンテンツ、元気にコンテンツですね、
元気にコンテンツを作ろうって感じですかね、うん、要は上を向いて歩いてもお金にならないし、笑顔で挨拶してもお金にはならない。まあ大事ですよ、大事なんですけど、僕たちインターネットで何をやらなければいけない、インターネットでお金を稼いでいく上でやらないといけないのはコンテンツを作るです。これが主です。ブログをやるにしても記事を書く、ツイッターでもつぶやくなんだ、 YouTube 動画をアップロードする、うん、メルマガでやるんだったらメルマガ送る、 LINE アットやるんだったら LINE アット送る、コンテンツ送る、作る、アップロードする、これが主なんです。これをやらないとお金に絶対ならないんで、だこれを自分でやるか人にやらせるかなんですよね、うん、だからまあ辛い時こそコンテンツです。辛い時こそコンテンツ、これです。元気よくコンテンツですね、うん、まあ僕はねいろんなキャラを演じてるんで、まあ辛い時は辛いみたいなのやりますけど、ただセールする時はもうブワーやってますからね、うん、セールするときは借金があるんですよみたいなセールス動画あります？多分ないと思うんですよ。セールするときに、いや僕ちょっと借金、多額の借金ありましてみたいな、いやこの商品はこういうメリットなんですよと、でこれを買ってこれをやるとこれぐらい稼げるんですよ、で僕でも借金あって、全く説得力ねみたいなね全然説得力ないみたいなね、全然説得力ないみたいなあ、僕は思うんですけど、マイナスはプラスですね。マイナスはプラス、プラスはマイナス、運命共同体ですね。だから僕はね、逆にその今マイナスで良かったなと思いますよ。うん。まあその辞める時にやっぱ言われた時に、そのやっぱそれを乗り越えられないよ、じゃあ一人でやっていけないぞっていうのがやっぱ身に染みましたね。確かになと、これをやっぱ乗り切れないようだったら一人で多分今後10年20年一人でやっていくっていうのは難しいだろうなって、本当にいろんなことありましたが、この2年で本当に動画ではね言えないようなこともすごくあったんで、うん、だからこれからもきっといろんなことあるだろうし、うん、だけどそれを乗り越えていくためにはね、僕はもう明確的な答えは出してるんで、どんなマイナスでもどんな辛い時でもコンテンツを作る、動画をアップロードするっていうもうこれは決めてるんで、うん、まあ僕のね稼ぐ主軸が変わればまた別かもしれないですけどね、まあ投資家になったりとかね、まあ投資家になってもまあ動画を撮ってくると思いますけど、まずまあコンテンツ販売して僕はまあ借金を全部きれいにするっていうのがまず、まあそれをやらないといけないですけど、まあそれは目標ではないですけどね、稼げば別にいいんで、だから僕は借金があっても楽しく生きるってことですね。借金があろうが、どんな状況であろうが楽しく生きていくと、お金を稼ぐ、お金を稼ぎながら自由にね、こういう公園でね動画撮ったりとか、普通のサラリーマンの方はね、普通のサラリーマンの方は今出社してますよ、出社、僕はこの公園で43分もハマちゃんを救いたい、43分もハマちゃんを救いたい、起きたね、もうあまり言わないこともね全部大暴露してますから、これはねなんで大暴露してたのかっていうと、まあハマちゃんにこれね元気を出していただきたいと、いや俺もマイナスだよということですね。大丈夫ですかね。はい、だから今度僕に動画をもし送るんであるならば笑顔でお願いします。一人集客できました、教育コンテンツを送りました、こんな動画いらないですから僕いらないいらないいらない、いやいや、こんな動画撮るんだったら、こんな動画撮るんだったらね、教育コンテンツ作った方がいいですね、こんな動画撮るんだったら教育コンテンツに10秒20秒使った方がいいです、うん、そう、もったいなくないですか、時間って有限ですから、うん、そんな動画を撮るんだったら、その他のお客さんにね前も言いましたけど撮った方がいいと思います、うん、分かりやすいな浜ちゃん、分かりやすい、はい、ということで今度は笑顔でまあ多分浜ちゃん影響されやすいと思うんで、次笑顔になってくると思うんですけどその笑顔でお願いします。笑顔でね、そう、明るく楽しく元気よくワクワクと、そんな感じですかね。もう大丈夫ですか。
40だいぶプレミアですね今回。あの元気がないマイナス動画からの超絶プラス動画どうですか。あのねマイナス動画な、まあ今回ね気を使っていただいて何秒だ、結構あのなんだ短く収めていただきましたね、気を使って気を使って多分何秒に収めていただいたのかな。しかも限定公開ですね、限定公開55秒ですね、55に収めて1分以内にね収めていただきましたけど、いやー暗いなー限定公開で。なるほどね、まあ次動画送ってくるときは、まあ申し訳ないですけどあれはいらないですからね、あれはいらない、うん、エンタメ性だったらいいんですよ。例えばですよ、じゃあ僕がじゃあ浜ちゃんの動画をもしあのパティーンで撮る場合、吉田さんすいません一人しか集客できませんでした、どうもーみたいな、わかりますこのギャップ、嘘だぴょーんみたいな、実はゼロだぴょーんみたいな、わかります。吉田さん実は一人集客して一人、教育コンテンツを送って今 LINE アットに、登録ありました、やりました一人登録です、嘘だピョーンみたいな、吉田さん嘘です、嘘つきました、まだゼロですみたいな、そっちはおもろくないですか、おもろくないですか、嘘だピョーンみたいな、吉田さんゼロですよ、そんなすぐ結果出ないですよね、知ってます、そんな知ってますよと、そんなの知ってます、吉田さんに言われなくてもそんな知ってるよと、これからやっていきます、はい、そのためにも動画もう10本作りました。まあこれがねあのプロの仕事ですね、プロの仕事、これがプロの仕事です。もういいですか、もうこんだけね、まあ浜ちゃんは多分僕の動画多分最後まで見ると思うんで、こんだけ動画撮れば大丈夫でしょ、影響されるからね浜ちゃん。浜ちゃん救いたい、これ多分ねなかなかないですよ、あの暗い動画からこの47分はない、他の人にはできない吉谷クオリティですね、多分一生出てこないですよ、多分あの動画を送ってこの動画が来る、まあ僕しかいない、断言します、自信がある。自信がありすぎてしゃあないね、多分今後浜ちゃんが生きてる間の中で一度たりともないで、誰かに動画を送るじゃないですか、一人集客できましたっていう動画を送るじゃないですか、まあ、この動画このノリでくないね、これが浜ちゃん差別化というやつですね、差別化、人と差別化していくっていう、わかります、これが差別化なんですよ、僕が商品が売れる理由はここなんです、種明かしもしちゃいましょう、わかります、なぜ僕が商品売れるのか、これなんです、これをやってるからだけなんです、だって他の人ではないでしょ、でねまだ話すのか吉さんお前まだ話すのかって話なんですけどね、これ実際事例があるわけですよ、事例がこれは1日前昨日ですよ、昨日か一昨日かな、あのまず今東京でまあまあいろんな人に会ってるんですけど、その一人ね、そのマサキングっていう、マサキングを救いたい、そのマサキングっていうね、いてるんですよ、でそのマサキングの紹介で吉谷さんと、まあ、メッセージ来て、吉谷さんとちょ東京で会ってもらいたい人いるんですけどつなげていいですかみたいな、おええよみたいな、ちょっと会ってくれませんかみたいな、マサキング集客からの僕の対談セッション、対面セッション、無料セッションに来たんですけど、で話してたんですね、で僕はなんでその正木さんがきっかけだったんですかみたいな、でその人はそのなんかいろいろ今これからネットビジネスやっていきたいなっていうところでいろいろ調べてたらしいんですよ、で20人以上にメールとかメッセージを送ったらしいんですよ、でねその正木さんだけその僕のメールメッセージに対して40分の個別動画を送っていただきました、でこの人はすごいと、
20人送ったけど、20人以上ね教えてくれっていう メッセージを送ったけど、こんな人はいないと。だからまさきさんはその20人以上メールを送った中の一人にまさきさん選ばれたわけですよ。でその人のリーダーというかね、その人の、を集客できたんですよ。でまさきさんが僕を紹介してくれてね、で僕会ったんですけど、要はドリームアカデミアで教えてることをまさきさんはやってるわけですよ。あります。まさきさんも素直にドリームアカデミアで教えてることをまさきさんもやってるわけですよ。わかります。20人以上ライバルいて勝ってんですよまさきさん。しかもその中には小玉あゆむさんとかね、超絶有名な人も入ってるわけですよ。小玉あゆむさんを選ぶのか、まさきを選ぶとか。まあ小玉あゆむさんなんか、ね、なんだ、首でも年収1億みたいな、10万部売れてるベストセラー作家ですから、10万部本売ってる人ですよ。10万部の本を売ってる影響力がある人を選ぶのか、まさきを選ぶのか。まさき選ばれる。まさかのまさき選ばれるみたいな。じゃあさ、なんで選ばれたのかっていうと、そのね、一人に対して40分以上の動画をまさきさんは作ったみって送ったらしいんですよ。で僕はそのまさきさんすごいなと思って、まさきさんとこうやり取り今してるんですみたいに言ってたんですけど、まさキング、いや、やっぱ俺の教えを忠実に守っとるなみたいな、やるじゃないかみたいな。なそうじゃないですか。じゃあ本10万部出せます？本100万部売れます？僕売れる自信ないですね。僕リアルの本出してますけど、今の本を10万部100万部売れる自信1ミリもないです。1ミリもない。だから違うところで勝たないといけないですよ。僕たちは違うところで勝たないといけないです。でもその違うところでも勝てるんです。違うところで勝てるんです。違うところで勝っちゃうんですよ、ね、本10万部以上ベストセラー作家にも勝てるんです。一般ピーポーが勝てちゃうんですね。その秘密はドリームアカデミアで全て入っております。わかります。だからドリームアカデミアね、ゆっこさんみたいにもう舐めるように、もうドリームアカデミアも毎日聞いてください。ドリームアカデミアもう365日インストール、もうそうすればねもう大丈夫です。あとはやらないとダメですよ。やらないと、辛い時こそコンテンツです。辛い時こそコンテンツ。じゃあそのコンテンツはドリームアカデミアの講義聞けば、どういうコンテンツ作ればいいのか、どういう商品作ればいいのか、どうやってセールすればいいのか、どうやって集客すればいいのか、もう全部入ってるんで。わかります。もう言われてドリアカ見てる、ダメですね。もうゆっこさんがなぜ全く初心者の状態から結果出たのか、もうね、もうドリアカの講義もう舐めるように、まあ舐めることはできないんですけど、3回4回何度もリピートしてね、聞いていただいて、それを実践してると。ただそれだけです。まさきさんもそうです。僕の教えをただ忠実に実践してる。だから結果が出る。僕は結果が出ることしか教えてないですから。情報発信の部分ですよ。僕のメインコンテンツ、情報発信の部分に関しては、結果が出ることしか教えてないです。そのいろんな稼ぎ方ありますよ、今。いろんな講師陣で。で、僕それはやってないんで。うん。だから情報発信の部分です。そこに関してはどう集客して、どういうふうに、その特典作るのか、どうやって商品作るのか、どうやってアフィリエイトしていくのか、どうやって売っていくのか、どういうふうにやっていくのかっていう部分に関しては、10年後も20年後も30年後も使える本質的な部分からの、テクニックからの、ノウハウからの、全部言ってます。それはやれば絶対結果が出ることしか言ってないです。僕が14年いろいろやってきて、もうこれは間違いないっていうものをぶち込んでますから。で10億ぐらいね売り上げ作ってきた、その全てを言ってるんで、まあ僕には入ってないですけどね。先ほど言いましたけど、基本給45ですから、売上何億作っても基本給45ですから、ボーナスもない。はい、それが、現実でございます。貯金もない。わかります。だそもそもね、貯金も全部入れちゃいましたから、会社に貸し付けちゃったから。いやー、やっぱね、浜さん、これはおすすめですね。やっぱ公園で動画撮りましょう。公園で。やっぱ開放感ありますね。やっぱネットビジネスマンはどこでも仕事できますから、公園で動画撮りましょう。これね、デスクトップいいですよ。これ、いつでもデスクトップになるから、これ。究極のデスクトップですよ、これ。これいいっすよね。
やっぱ公園で動画撮ればね、開放的になりますよ。多分ね、公園で動画撮ってなかったらね、多分1時間喋ってないかもしれないですね。もう1時間ぐらいになるからね。気持ちがいい。やっぱね、東京ね、やっぱ空気悪いんで、やっぱ僕、やっぱ、あれですかね、やっぱね、この自然のこの空気、ちょっと浄化されてますね。気が満ち溢れてきて、まあ、木に囲まれてるんで、やる気が出てきました。だやる気がないときは木の前で動画撮れば、その木の木を感じてやる気が出てくるんじゃないですか。やる気がニュクニュク。もういいですかね。もうそろそろ大丈夫ですか。もうそろそろ大丈夫ですか。大丈夫でしょう。あ、でもあと5分撮ったら1時間だから、いらないか。いらないか。いや、お願いしますよ、本当に。もうだいぶね言いましたから、もう渾身の思いを込めて、もう浜ちゃんを救いたい、長時間版浜ちゃんを救いたい、長時間長時間浜ちゃんを救いたい長時間版、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。